おはようございます。ティナと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルのビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。もうね、夏って災害じゃないっていう話をこの前聞きました。巷ではですね、38度、人間のね、熱の体温だよね。38度って言ったらもう人間が動けなくなっちゃうっていうレベルの体温です。それはやばいね。で、場所によっては40度いく？特に僕も思うんですけど、アパートで僕、一人暮らししてるじゃないですか。その関係上、室内でエアコンかけて、玄関はもちろん閉め切ってるから、エアコンないんですよ。2階なんですよ。2階にアパートあって、一番上から太陽が照りつけてる関係なのか、玄関がもう玄関の時点でムワってしてるんよね。確かに。やばいね。地球温暖化もここまで来るかっていうレベルまで来たね。これ来年どうなんの？本日は一つ課題でございます。皆さんは鬼コンボ最強伝説というシリーズを覚えてらっしゃいますでしょうか？はい、鬼コンボを使って、鬼コンボまたはその合体も元の主人公を使ってとある制約を用いた上で大会モードをクリアするという例のあれですね。はい、まあ特に主人公を入れた時には主人公が目立たなさすぎる、目立ちすぎないようにね、努めてまいりました。主人公がアマをかけたいし、ハヤブサ切りとかしてると、それは誰のゲームなんだってなっちゃうんですよね、個人的に。ただ、もしかしたらそれを禁じ得ないのではないかと思ってましたが、まあクリアはしましたね。なんだかね、シンドリアも倒してね、SP な実質なしですから、その状態よく勝てたなと思います。で、今回やる課題はなんですけど、if の世界線なんですよ、これは。鬼コンボを僕は選んだわけです。ただ、他のモンスターがいたわけなんですよ。敵に、鬼コンボが、正直、個人的に素材的にも敵人だと思ってたんですけど、ちょっと気になるんですよね。例えばこの、怒りの魔人。こちらですね。はい、怒りの魔人ね。怒りの魔人とか、やっぱ、一世を風靡したけど、もう、ね、1のその中期あたりからもうオワコンレベルとか、2になっていったってもうね、見る影もないっていう話でしたから、ちょっとかわいそうなところはあるんですよね。で、合体元をちょっと確認してみたんですけど、そんな弱いわけじゃないと思うんだよね。1体除いてね。うん。なんでちょっと今回ね、2つ作っておきました。はい、こちら。A チーム。まあ解説します。まあペロペロ出しとくわ。A チームはもう怒りの魔人そのまま使う。だから SP 何人使ってもいいってやつですね。怒りの魔人の実力を知りたい。僕は単純にね。そして B チームはこちらですね。勇者が強すぎないように2回攻撃を封印しつつ、SP が必ず召喚という。だから SP を実質なしにして戦うか、リーサルウェポンとして使うかっていうタグになっております。で、今回ちょっと気になってたんですよ。大会モードでの彼らの強さを知りたいわけです。怒りの魔人そのものは、んなもんアーケードモードで吹っ飛んでいったんでわかるんですけど、大会モードだとわかんないじゃないですか。なんでちょっと今回は、IF の世界線をちょっと試してみたいなと思って動画撮っております。じゃあ、行ってみよう！となると、おぉ街の人と戦うのも一挙だったんですけど、勝ち抜きが何連戦できるか、突然の事態にどこまで対処できるか、そしてコンピューの運ゲー、突然襲いかかる運ゲーをどこまで回避できるかが気になります。ではまず、ゲームセンター10連勝を目指して頑張っちゃいましょう！我慢しよう！さあ、1戦目だぞ。まずは1戦目で怒りの魔人で行きたいね。怒りの魔人が大会モードどこまで、ちょっと待って。というわけで、主人公登場、ゴールドマン、ゴーレム、ストーンマン、レッツゴー！さあ、言わずもがな、イフの世界戦、怒りの魔人だった場合です。なんと、ゴーレムたちが、3体合体行くぜー！エリートでもお世話になった人多いでしょう。さあ、怒りの魔人、その人だ、行ってくい、ワンの強さを振るってやろうぜ。いいねー。これこそ合体モンスターって感じがするな。さあ、ワン最終期の強さをどこまで見せてくれるか、怒りの魔人。期待がかかります。いや、もう前傾姿勢いいな、これさ。エイトからもそうだったんけど、そのオーラが違うのよ。この前傾姿勢。そう。普通のゴーレムたちは腕をね、なんかちょっと、なんか、うーんってしとる感じだけど、こいつら前傾姿勢なんだよね。オッケー、全然関係ない。そこは関係ない。よかったね。よく宅発さなかった。
ある程度ゲームセンターのアイテム固定はされてるけど、スペシャルカードが宅だったりするんだよね。ね、大丈夫だね、ねあのさ、なんか不安になってきたもん今。でも鬼コンボ耐久がないのはね、鬼コンボでも相当経験しますからね。うん、鬼コンボでも火力ないやろ。んちょっと待って。いや、まあ大丈夫ですよ。んなもん大丈夫。気合で受け止めて、わああ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 あちょっと待って、気合で受け止めるわ。メンタルで受け止めだろ。来い、うわぁ、やるなぁ、うっせぇや。ちょっと待ちな。行くぞーアンガーパンチがうなる、よいしょー、オーケー。ウルトラスタンプよりは軽くあるぞ、さすがに。こっちの方が。行くぞ、怒りの一撃だー。あれうせやろ、ちょっと待ちなよ。頑張れ、まだいける。集中や。集中すればいけるぞ、お前。なんか、鬼子、えちょっと待ってって、本当に待ってって。マジックバリア使って、一旦しのぐという手があるな。うん、いくさしのごっか、これ。皆様どんぐらい食らうの？え、まあ、1000は食らわないでしょ。やっほー !868。きついな。ついなぁ。ネビルとかマリカ？いけ！いける！アンガーパンチがうなる！いくぜ！オーライいくぜ！オーケー！マジックバリアありじゃね？これマジックバリアの方がいいね、多分。いけ！怒りの一撃だー！オーライいくぜ！オーケー！これやったら別に大丈夫よ。ギガデインでオッケーですね。オーケー！あぶねえ、ちょっとヒヤヒヤさせてくれるんじゃねえかな、かなか。終わりだ！鬼コンボと同じ。合体モンスターとか何使ってもいい。さすがに負けんって。魔法使レベル15には。ヒヤヒヤさせやがって。2回戦だよ。何が来るの？あら、戦撃だった、そいやー。物理に対して、でも、これは物理に対してはね、怒り魔人普通に硬いから、ね、殴り合えるんじゃねえかなってちょっと思っちゃうけどね。よくも悪くも、怒りの魔人っていうのは、狙いが適当なところにあります。なんで、この武闘家チームっていうのは、やっぱ、賢いとこの武闘家に攻撃が集中するわけじゃないですか。でも、三河市の服とかつけてる以上、回避率がめちゃくちゃ高いわけです。多分30ぐらいあってもおかしくないです。レベル15だろうが。これは良くも悪く、あ、早っもうやりやすかったな。まあ、でもそんな大丈夫でしょ。最悪ダウンウォールだから大丈夫だよと思う。2ターン目捨てることが打ってくるからな。どうしようかな。守ってもいいかも。まず、で、これがどういうことかっていうと、キラーマシン3とか、まあ、オーシャンクロは避けるな。はあ、そっちに行ってくれる可能性もある。塩梅を取ってくれるっていうこともあるから、なんじゃこりゃ結構食らうね。まあ、ダウンウォールは仕方ない。いや、ダウンウォール仕方ないっても結構割ときつくんじゃねえか、これ。怒りの旋風の時とは。いけ！行くぞ！怒りの一撃だー！オーラ行くぜ！うわ、ダメだって、嘘！アンガーパンチ！行くぞ！はい！オッケー！ここ守ってみない？どうせ、ここね、あれなんだわ。あいつ使ってくるよ。SP。あいつ確か使ってくる。攻撃系。捨ててこがなんか使ってくるはずだから、守ってみようか。素直に守りを出てに出てもいいかもしんない。確か使ってくる。捨ててこ。捨ててこかなんか。あれ使わなかった、やべえ。え、やべえ。あいつ使うんじゃなかったっけ、マジか。やべえな。この嫁違いやばくねえか。扇風客どんぐらい、嫁さん入ってるからね。おー、打撃耐性はあるからね。そう。これ、怒りの魔人の何がいいかっていうと、打撃耐性あるんですよ。鬼コンボと違って、身の守りもちゃんと高いし、打撃耐性もしっかりあるから、ほらね、ルビスさえ入れれば、硬い。しっかり硬い。うん。だから、単純になんだろう、ワンの初期は2500っていう HP が結構強烈で、打撃耐性もあったから、削り切るのすっげー大変だったんだよね。で、バギクロスに、理不尽に吹き飛ばされたんですけど、いくぞ！ここで、ちょっと、ある程度、HP を。いくぞ、アンガーパンチ、セロ、うおら、オッケー、よく当てたな、よく当てたね、武闘狩り。いいよ。そのまま。怒りの一撃だー、オッケーいい、いけるかも。いやー、アンガーパンチの方がいいね。怒りの旋風は多分ね、オーシャンクローにちょっと当たって終わりだわ、多分。やばい、この台に使ってくるか。いや、使わないね。あれ？ SP 使わなかったっけ？まあ、打撃なら大丈夫。素直な打撃なら受け止めるって。大丈夫。ほら、お、硬いね。ちゃんと硬い。よし。いけるぞ。アンガーパンチ、いくぜ。主人公に多分避けられるよね、そりゃCPU の逆転補正も誤って避けられるって、それは。怒りの一撃だー、オーラー、オッケー。オーシャンクロイ飛んでくれれば、せめて。まあでもこのターン耐えるし、さすがに溜まってねえと思うんだけどな。まあ、全然大丈夫やな。
あ、え、あ、あ、なんか、あれ、なんかこういう光景どこかで、あれ岸川あるな、この光景。あれ、なんかこの光景岸川あるな。だってこのターン動けないんでしょ。スペシャルカード使われたでしょ。そっちの方か。んでスペシャルカード使われるでしょ。うん、で、そもそもこのターン耐えるか怪しいですけど、まず向こうの勇気が溜まるわけですよ。まあ、これは普通のプレイヤーでも溜まるはずなんですよ。4ターンで普通に勇気は溜まりますよ、そりゃ。はい、向こうの勇気は溜まります、確実に。で、まずこのターン耐えないといけない。あれ、なんかこういう系のなんかさ、あれ、なんかこの手の感じどっかで見たことあるぞ俺。あ、ゴミだぜ、死ね、ゴミ。ああ、これはわかる。鬼コンボと同レベルのゴミが生まれてしまった、どうしよう。勇者の行進というわけで始まりました、解体工事でございます。ただ今回はですね、おしゃれ着を省いてるんですよ。鬼コンボ最強伝説のためにおしゃれ着をつけてたんですけど、今回は全くおしゃれ着なしでやってます。だから攻撃がどこに向くかも大事なんだよね。さあ、ゴールドマン、黄金のオーラとコークスクリューブロー、さあ頼むぜお前ら。鬼コンボ最強伝説のアシュです。どうなんだろうね、パッと見なんかゴールドマンもゴーレムも戦えるモンスターではあるんだよ。なんかただゴールドマンは打撃耐性がないんだよね、唯一。ちなみにハブられたストーマーは言うことないっす。彼は使いづらさがもう半端ないですね、その材の中では。だって言うことねえもん。HP はでも2800もあるんだね。おー、よく外してくれた、よかったよかった。ねえ、今回はちょっと待って、黄金のオーラはちょっと使いづらいから、あー、まあまあ主人公に行くなら全然大丈夫。ゴールドマンが避けないから避けなくはないやな、正確に言うと。まあ主人公に行ってほしいね。さあ、スターレットで打点取っていこう。せーの、ファイヤー。あー、やっぱり主人公がいることで、さあ横の2体も強くなるぜ。右か左か、真ん中だー。張り切りすぎで、こいつは大地の怒りさせました。ちょっとね、この3体に光の通りはあまり良くないんですよ。ちょっとね、ここは安定宅。ちょっとね、HP 差が開きすぎてるね。あ、よく、よく、よく外した。じゃあここは、絶対擦ります。あれ、リーサルがあるじゃないですか。そう、このチームの場合、あの手法は取れないんですよ。あの手法を取ることができない以上、リーサルで決めるのが一番いいですね。大魔王戦ではちょっと使えてなかったんだけどね、大会モードではね、リーサルウェポンにお世話になりました。ここでまず通行来ます。おー、来なかったね。まあ、通行来るとは思うけど、お、おー、OK、OK、OK。シグハやばいな。てか、いった、ゴーレム。ゴーレムがね、風弱いからね、仕方ない。まあ、ここで眠るのが一番、まあでも眠ったとしても、いや、大丈夫、眠、これいけんのか？これっていけるっけ？主人公寝てるけど。これ、と、このパターンどうなんだろう。リーサルいけるといいんだけどな。いけるかな。さあ、とりあえずラリアット、ラリアット、俺ら行くぜ。雑やな、攻撃方法。いける？主人公寝てるけど。いったーって。主人公寝てもいけんのか。なんだとっとっと、いよー、なんやなんや、どうした、どうしたんや。さあ、リーサルウェポンでございます。合体モンスター召喚。主人公は寝てても大丈夫。叩き起こしました。私はストーンマン、3体合わせて怒りの魔神、出る技は怒りの一撃だ。ほらアンガーパンチです。目閉じてるやん。全集中してるやん。さあ、2戦目だよ。怒りの魔神は1勝しかできませんでした。主人公がいることによってつばぜれもできるから、あー、そうそう、つばぜれもできるから、ここら辺はちょっと駆使していかないとね。いやー、つばずれ負けんの怖いよー。ボスソロにいるのか、でも。ワンチャンあるな、これ。収穫があったのは、主人公を寝た状態とか、行動不能状態でも、リーサルウェポンを決めることは可能ってことですね。この島には実質 SP はもうそれしか使えないという感じなんで、そうじゃないと主人公が強いだけのゲームなんで、まあ、そのためのね、救済措置として取ってたんですけど、大会モードだと割とこれがそこそこ通るんですよ。まあ、今回は三日神裁判官がいらっしゃいますけど、敵の盾に。さあ、スターレット頼むぜ。ボストロールがいる。あそこ狙えれば。オッケー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 だ。せーの、いいねー。さあ、ボストロールどんだけ殴れるかが大事だね。ホイミとかベホイミで擦られて勇気負けするってのがこのチーム。15でもあり得る怖いところなんで。あとは、マホマホは大丈夫かな。マホマホも結構強いんだよなー。こいつが撃ってくる。まあ、
打撃に対しては別に弱いとか強いとかでもないから、でもゴールドマンが一番食らってたな、でもさっき今。で、バギーまでしっかり詰めていくのはゴーレムが飛んでいくというわけですよ。ゴーレム飛んでいきます。よろしくお願いします。まあ。さあ、第3の技行くぞ！黄金の裏行くぜー！ロケットパンチ爆発したさあ、行くぞ！右か左か真ん中だー！おらちゃんとボストロールを狙えば、そこそこの打点は出るから。どうしようかな。このターンにちょっと仕掛けますね。とりあえずに、つばぜり合いを使って、向こうの勇気ダメで、とどめの時期を打たれない状態にしたいね。早すぎ。よし、オッケー！とりあえず勝ったね。これで、ベホイミとか擦られて、勇気負けするってことはほとんどないっていう状態になりました。まあ、癒しの一撃で来る分にはそんなに強くないから、これって。あ、ミスしたけどね。まあ、ゴーレムだし、食らっててもそんなに食らってないかな。さあ、このターンちょっとだけ稼いで。いいよ、ここするよ。行くぜ大気を貫く俺行くぜははは、すっごいとこでやったな。ゴーレム賢いわけじゃねえからな。黄金のラ、ロケットパンチです。気合を止めて、ロケットパンチ行くぜどっかお前ら狙うとこ適当すぎるだろ、さっきから。ちょこ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 と。まあ、ホイミこすられる分には最終的には勇気でこっちが勝てればいいから。大丈夫大丈夫。焦らずでいいよ。全然焦らなくていいよ。この局面だったら焦らなくていいと思う。僧侶とかシールド、な、シールドことはそこまでだけど、僧侶に避けられるのが一番都合が悪いから。なんだっけ、うわ、出たー！メタフィーバー！これはどうだろう。おー、じじいじじい、おじいちゃん、おじいちゃん、ちょっと隠居、おじいちゃんも隠居ね。スーパーノヴァ、とりあえず2体に当てれば大丈夫。よしよし、しっかり2体ぐらいに当てれば全然大丈夫だよ。勇気を回収できないのが一番困るから、ちゃんと勇気を回収できるこのルートで行こう。行くぜ、ラリアット、うーんよくよく考えたら自分ゴーレム系統とか使ってなかったな、実況でな。まあ、鬼コンボ最強伝説の時もそうなんだけど、意外とアークミーモとか使ってなかったな。いや、悪霊はそこそこ使ってたかな。悪魔好きだし、俺。ブーヤみたいな感じだったし、もう体もブーヤみたいなもんだからな。まあまあ、ホイミコされても、最終的に次のターンで勝てればいいから。とどめ打てればいいからね。大丈夫大丈夫。行くぞ、地面を持ち上げて、第一の一個、おら、そうそうそう、いいよいいよ。焦らず、そのね、欲張らずに、無理にとどめを刺そうとしない方がいい。まあまあまあね、大丈夫大丈夫。HP で全然勝ってる。まあまあ、でも、次のターンに勇気が溜まればもう勝ちなんで、さすがに CPU ってそんな早く勇気溜めないんですよ。仮に溜まってたとしても、あ、操作には持ってかねえか、でも。そうだね、とどめつばぜになっちゃうね。まあでも、相手がチキチキしてる分には問題ないと思いますけどね。相手がこうやってチキチキしてる分には負ける要素はないと思うんだけど、うん、そうやってしてる分にはね、勇気もさすがに CPU 補正を持ってしてもたまらねえんだわ。会心連打じゃないと。会心連打すると確かにたまるな。まあ大丈夫大丈夫。全然焦らなくていい。焦らず全体攻撃こすっていけば怖い相手ではない。つばぜり合いに勝てばね。一回の魔人だと本当にそれができないから困ってんだけどね。合体モンスターはそれが困ってたところ。はい、第一の怒りでいいよ。はい、よいしょ、いいよ、いいよ。まあ、優位に立ってる、優位に立ってる。全然優位に立ってる。にしかも、お前らマホマホも打たなかったな。怒りの時、まあ、癒しの時期は、まあ、食らっても仕方ない。まあ、全然仕方ない、仕方ない。そんな威力はないから大丈夫。で、今からラリアットします。はい。行くぜ、うん、とほうに行くぜ突進してばっかやな。はい、勇気溜まりました。まあ、さすがに向こうの勇気は溜まってねえと思うけどな。ホイミあんなに擦ってたのにね。それ溜まってたら、俺びっくり。次は、やはりこの方に来ています。もらいましょう。山のように大きな魔人。いけ！苔虫！ルドン！いけ！正義の鉄槌！もうやってることはあれと一緒だな、ほんとに。